女優の伊藤さり30、がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、虎に翼、月曜から土曜前8、0、土曜は1週間振り返り、は13日、第120話が放送された。ラストの自習予告で、新潟編、第16から19週、の開演が反響を呼んだ女優の片岡林、20、がセーラー服姿で再登場したものの、役柄は半然とせず、 オンエア終了後、午前9時には、ミサエさんが、X、旧ツイッターの国内トレンドに入るなど、インターネット上の話題を集めた。向田邦子賞に輝いた NHK ヨルドラ、恋せぬ二人、などの吉田えり香氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算110作目。日本初の女性弁護士、判事、裁判所所長となった三淵義子氏をモデルに、 放送の世界に飛び込む日本初の女性、井の爪虎子、とも子の人生を描く。吉田氏は初の朝ドラ脚本、伊藤は2017年度前期、ひよっこ、以来2回目の朝ドラ出演、初主演となった。第120話は、不起訴処分となった塩見薫、池田あかな、和出寺を隠してきた最下祝、塩見京子、ハヨンスにり、ニ怒イカリ。 距離を置いていたものの、大学には真面目に通うように。1970年、昭和45年、6月、病が進行した滝川幸四郎。滝藤健一のもとに小橋博之、名村達、稲垣雄二、松川成木、ら懐かしい顔ぶれが集まる。厳罰化に反対の滝川は最後の力を振り絞り、桂馬藤一郎、松山健一、 のの元に少年法改正反対の意見書を届けようとし、という展開。工藤よりやす、沢村和樹が滝川の訃報をカツラバに伝える。滝川の意見書を、まだ読んでいないなら、じっくり目を通して。冊子を開くと、イマジナリー滝川、が現れた。頼んだからな、カツラバ、と変顔も、カツラバの目に涙が滲んだ。自習予告、サダトラコ、伊藤サり が慌てて何者かの手首を確認。そして現れたのは、セーラー服姿の女性、片岡オ森口ミサエ、片岡林なのか、連続ひったくり事件への関与疑いや、赤い腕飾り、で、新潟編、の、ラスボス的、な存在として注目を集めた法学部志望の高校生、ミサエ。トラコとの対話、関係性はペンディングになっていたが、ついに、伏線回収。 される制作統括の尾崎弘和チーフプロデューサーはミサエの件はある種解決しないまま終わっていますがそれがトラコにとって一体何だったのか考える機会やシーンは今後ありますと予告していたが新生片岡の再登場は確定セーラー服姿の女性は一体誰なのかミサエは1953年昭和28年3月に東京大学合格 第120話の劇中の年代は1970年、昭和45年、6月まで進んだ。30代後半になっているが、果たして SN、SNS 上には、ミサエさんが、セーラー服、え、ただの退場とは思ってなかったが、え、あのミサエ、それとも現はて、ミサエの娘、年齢的にセーラー服はありえないよな。あれは妄想か階層で、 現在のミサイルは別で登場。などの声が続出。衝撃と謎に包まれ、反響を呼んだ。